どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今回から2、3回のショートシリーズという形で、オプション投資ラボ的チャートの見方という講座をやっていきたいなというふうに思っています。で、1回目の今回なんですけれども、まずはチャートを見る上で重要な考え方とその準備について話をしています。まあちょっと前段という話なので、まあ中身としてはちょっと薄いかもしれないんですけれども、ただチャートを見てトレードに活かそうと思ったら、実はここを意識してこういう準備をしてからやれば全然効果が違うんだよということをまあ自分自身身をもって体験しているので、まあちょっとその辺の話をですね、まずはチャートを見ていく上でしっかりとお伝えしたいなと思って今回1回目この形で動画を作っています。まあ、ぜひ最後まで見ていただければと思っています。はい、それでは本シリーズのテーマということなんですけれども、チャートの単純な見方の講座にはしたくないなと思っています。とはいえチャートで絶対勝てる方法なんてものはないので、まあそういうもんでもないよと。じゃあどういうことかというと、チャートをですね、まず負けない投資術という使い方をしていきましょうというテーマでやっていきたいなというふうに思っています。で、このシリーズですね、でちょっと重要なことはというところで、まずはですね、チャートツール、これはトレーディングビューを使いましょうというご提案ですね。まあ私自身もずっとトレーディングビューを使っているんですけれども、まあ多くのですね、投資顧問さんとかで、あと投資系 YouTuber さんなんかもみんなトレーディングビューを使ってると思うんですけれども、これはですね、まあ便利なのはもちろんなんですけれども、やはり使うにはそれなりの意味があるので、まあまずはそこを知っていただければなと思っています。で、それ以上に大事なのが、まあ自分のですね、チャートのスタイルを固定しましょうと。まあ、この辺あんまりチャートの見方っていうところで本だったりとか、まあこういうこと言ってる方あんまりいないのかもしれないんですけれど、実は個人的には一番ここが大事かなと。チャートってインスピレーション、見た目なので、自分が一番見やすいスタイルを固定しないといけないと。ここは結構意識をしていただくといいのかなと思います。で、あとはもう反復ですね。まあ動画だったり本だったり、まあざーっと読んでなんとなく分かった気にはなるんですけれど、ここはですね、ぜひまあ週末とか一度まあ先週分のチャートを見返して、1日ずつ見返してですね、こう実際に反復するみたいなことが、実はその積み重ねが結構大事かなと思っています。なので、まあ今回の動画ではこの辺を順番にお伝えしたいと思っています。はい、それではまずトレーディングビューを使いましょうということなんですが、じゃあなぜトレーディングビューなのというと、まあ一言で言うとですね、もうとても便利で多機能で、これ以上のツールがないからなんですね。もう選択肢はないと言っても過言ではないぐらい便利なツールですよということです。で、まず起動がもうめちゃくちゃ早いんですね。もうすぐいつものチャート画面が出てくると。この当たり前のことを当たり前のようにやってくれるソフトって実はあんまりないんですよね。だいたい証券会社さんのツール使ってると、まあお知らせを見てくださいねっていうウィンドウが出てきたりとか、広告があったりとか、まあたくさんウィンドウが開いたりと、まあ大変無駄なものが多いんですけれど、トレーディングビューそういうの一切ないです。で、しかもウェブブラウザとは思えないんですね。もうここが一番最初使って驚愕だったんですけれど、よくある昔のブラウザでチャートをやると、まあ、JavaScript ベースで書かれたものでやるというのは、まあ、どうしてももっさりしたりとか、まあ、きちっとこうトレンドラインを引いたりするのもなかなかできない。だからネイティブアプリの方で、ネイティブソフトの方でやりましょうという話だったんですけれど、このトレーディングビュー、もう本当にウェブブラウザなんですけれど、もう全くスクロールとか拡大縮小スムーズですし、それからトレンドラインとかももうめちゃめちゃ豊富なんですけど、自由自在に引けると。まあ、むしろこれ一応アプリ版もトレーニングビューってあるんですけれど、アプリを使う必要がないぐらいウェブブラウザで使っていて快適なんですね。で、さらにまあもう表現できないものは何にもないんじゃないのと思えるぐらい、まあもうすごい数のインディケーターですね。インディケーターっていうのはまあいろんな銘柄だったりとか、移動平均線だったりとか、 MACD とかパラボリックとか、まあいろいろなこう指標とか、チャートの種類だったりするんですけれど、まあ、そういったものが元から内蔵されているものと、あとは一般のユーザーが自分たちで作ってアップロードできて、まあ、公開ライブラリという形で展開できるんですけれど、まあ、それによってものすごい量の、まあ、情報インジケーターが備わっているので、これで表示できないチャートはないと言ってもいいぐらい、まあ、すごい機能になってます。なので、まあ、株だけじゃなくてですね、当然 FX、 コモディティ、それからビットコインなんかの仮想通貨で、新しいところで言うと COVID-19 なんかの、まあ、感染者数みたいなものも、とにかくチャートでなるものは全部入ってるぞというぐらいインディケーターとして入ってるんですね。これはもうすごいことだと思います。
で繰り返しになりますけれども、ブラウザ動作だから、スマホとタブレット、それから Windows、Mac の隔たりなくですね、もう同じ環境ですぐ使えるんですね。これ特にまあ以前私 Mac ユーザーだったから余計なんですけれど、もうそもそも Mac を使った時点で投資用の Windows PC を用意しないといけないというぐらい、Mac で使える投資系のツールですね、チャートツールってほとんどなかったんですね。もう本当に楽天証券がマーケットスピードを出してくれてそれしか動かないっていうぐらい、もう本当に Windows しかアプリがない。それからスマホとタブレットはそれぞれアプリがあるんだけれども、 PC のソフトとは全然別のスマホアプリなので、 UI UX 全然別物だったりするというところで、もうスマホタブレット Windows Mac 関係なく全部同じものが同じような見え方で使える、これもですね実はトレーディングビューくらいなんですね。まあ、こういった素晴らしい魅力がトレーディングビューにはあると。でもう一つ別の観点ですね、トレーディングビューしかもうないなというのはですね、競争相手がまあやっぱり弱すぎるからというところになってくるんですが、こちらですね、マーケットスピード2、楽天証券のマーケットスピード2のログイン画面なんですね。で先にお断りしておくと、マーケットスピードっていうのは1も2も素晴らしい、まあ、チャートソフトというか投資ツールで、実は私も、まあ、マーケットスピード使いたいから楽天証券に口座を作ったというぐらい、マーケットスピードっていうのは、まあ、ものすごく使いやすいツールだと思います。なのでその便利なものは便利なんですけれど、ただ使うまでの手順とか UI とかが、まあ、やっぱり今には合ってない、それから便利でもないというところで、昔は良かったけれども今ではもう厳しくなってきてると。でまあこういう形でログイン、まあ当然ログインパスワード、まあこれは仕方がないとしても、そこからですね、まあ読み込んで、まあいろんなデータなんかも読み込んで立ち上がるまで少し時間かかるんですね。でまあ最新の、とにかくスペックの高いパソコンだったらそんなに心配ないんですけれど、メモリが少なかったりちょっと古いパソコンだと起動までに本当に5秒10秒ガラガラガラとかかっちゃう。でその上で未読の重要なお知らせがありますみたいなのが絶対出てくるんですね。でこうやってお知らせがまあまあたくさんあるので、毎日使ってても何らかのお知らせが入ります。で証券会社によってはこのお知らせを見て見ましたっていうチェックを押さないと、まあ、SBI さんなんかもそうなんですけれど、そもそも口座とかチャートの方に進めてくれないんですね。ちゃんと見て見ましたって、まあ、これあの法律で当然顧客に対しての説明責任が証券会社あるので、まあ、致し方ないことは致し方ないんですけれど、まあ、これによってですね、ちょっとさっとチャートを開きたいだけなのに、まあ、これだけの手順を踏んで挙句よくわからないホーム画面とかも出てくると。これあの左上は口座情報なので塗りつぶしてますけれど、まあ、例えばマーケットスピードなんかもこういうホーム画面ですね、広告があったり、まあ、ほとんど使わないニュースだったりなんかがこう表示されている画面が出てくると、まあ、こういったような、まあ、ちょっとウィンドウがたくさん開くというような、まあ、時代に即さないような UI になってると。でしかもパソコンにこれロードして使うので、違うノートパソコンとデスクトップとか別のパソコンで使ってる場合は設定を同じにあえてしとかないと、まあ、全くこう見え方が変わってくるので、その設定を合わせると、まあ、イニファイルとか設定ファイルをこうコピーするっていう方法で短縮ができるにしても、常に使うマシンで設定を同じにしとかないと使い勝手が悪いという問題があるんですね。はい。で、まあ先ほどもお話をしたようにスマホ版のアプリがないんですね。楽天証券も楽天証券スマホアプリ自体はあるんですけど、それはマーケットスピードとは違うんですよね。なので UI UX がそもそも違うと。パソコンのマーケットスピードで見たチャートの形とかいろんなウィンドウ情報の形をそのままスマホとかタブレットで見たいっていう同期性が全くないっていうところ、ここが結構辛いんですよね。はい。なのでその辺を全てクリアしているのはもう実はトレーディングビューなんですよというところで、まあ、残念ながら国内証券の PC ソフトって、まあ、今は例としてマーケットスピード、これもう私のパソコンに入ってるのがマーケットスピード1、2しかないので、もうなんかスクリーンショット撮るためだけにハイパー SBI とか入れるのめんどくさいので、まあ、なんかマーケットスピードを引き合いに出してますけれど、繰り返しますけれどマーケットスピードは非常によくできたツールで、それ以外の証券会社は1段も2段も劣るんですよね。なので UI UX も古臭いし非常に使いづらい、もうひどいこと言うとですね、 MS-DOS、まあ、Windows 3.1 時代の UI なんじゃないかと、まあ、例えばマーケットスピード1なんていうのはもうそれに近い動きをしますし、ウィンドウがバンバン出てきて、まあ、なんか非常に邪魔だったら Windows 98とか、まあ、そういう時代の発想のまんまずっと回収されていないっていうツールがほとんどなんですね。で、まあ、お知らせ読めよとかっていうのも残念ながら法律とかリテラシーの問題で
まあ、こういう作りをしないと仕方がないよねっていう、まあ、ここはもうちょっと同情するというか、まあ、それも分かるという状況で、ただ使い勝手から言うと全く使いづらい形になっていて、なかなかそれが変わってこない。でもう一つ一番大事なのは、証券会社さんあんまり投資ツールにお金かけてないんですよね。例えばまあフラッシュなんかも、アドビからフラッシュもう終了しますって告知されたのって2017年の確か夏だったんですね。なのでもう3年以上前だった時に、だから3年半ぐらい猶予があったんですけれど、例えばフラッシュを使った投資ツールとかっていうのを回収をちゃんと事前に進めた証券会社ってほとんどなかったんですね。で結局オプションの損益チャートとか、まあそういうのもフラッシュでできてるものは使えなくなって、未だ HTML5 版が出てきてこないとか、まあもう本当に対応が遅い。まあもうあの投資証券会社一社で、まあ、お金かけてアプリソフトを開発するというのは限界があるので、まあ、なかなかそこに追いついていないと、古臭いツールが放置されている状態っていうのがもう現状で、そうするとですね、もう我々証券会社の、まあ、PC のチャートソフトを使って何かこう勉強を解析する時代っていうのはもうとっくに終わってんのかなという気がします。ただスマホアプリ、まあ、各証券会社ちゃんと用意はしてくれてるんですけれど、なのでまあ各銘柄の売買とか資金管理とかそういう部分はもうすごく充実しているので、実際にトレードするときは各証券会社のスマホアプリを使うで、それはもう全然問題ないんですよね。なのでしっかりとまあ PC だったりスマホだったりタブレットだったりでチャートで解析をしたいな、検証したいなと思った時にはもう証券会社さんのツールはほぼほぼ使えないなと僕自身は思っているというところで、2年前ぐらいですかね、トレーディングビューにがっつり乗り換えたという形になっています。はい、ということで、まあ、ぜひトレーディングビュー皆さん使ってみてくださいねという、まあ、おすすめなんですが、トレーディングビューは無料でも使えるんですけれども、まあ、基本有料で使うことになるのかなという気はしています。私自身この青色で囲ったプロプラスというところの課金をしています。で、まあ年間300ドルぐらいですね。これあのブラックフライデーとかサイバーマンデーとか、まあ、その辺秋のセールの時にもう少し安くなるので、まあそんなに240ドルぐらいで年間買えるんじゃないかなと思うんですけれど、まあ、年300ドルだとすると月2700円ぐらいなんですね。なので月2700円って結構高いなという気がするかもしれないんですけれども、まあ普通にこう投資をするという何でしょうね、こう資金的な規模感からすると、まあまあ年300ドルぐらいは全然経費として、まあ、これだけ便利に使っていてそれで成果が上げられるんであれば安いかなと思うんですが、ただですね無料でも全然使えます。なので最初は無料でぜひ使ってみていただいて、で何が問題になってくるかというと、下に書いてるインディケーターなんですよね。無料だとインディケーターは1つのチャートに3個までしか表示できない。でこれインディケーター何かっていうのはこの後軽く説明しますけれど、やっぱり3個だとですね、なかなかチャートをこう1つの画面でバッと見るときに足りないんですよね。なので、まあ、10個あればいろいろなチャートを1つの画面でこう複合的に見れるので、まあ、一番バランスがいいのはここかなと思って、私はずっともうほぼほぼ無料を1ヶ月ぐらい使って、あすぐこれ便利だと思ってプロプラスにしています。でこれがですね、まあ、普段私が毎日月曜から金曜まででチャートをお出しして説明している、まあ、この画面なんですけれど、インディケーターって何かっていうと、ここにある移動平均線だったりパラボリックだったりこのモメンタムだったり、つまりチャートに対してローソク足に対して付加的に表示する情報、これをインディケーターと呼んでるんですね。なのでこの画面でインディケーター何個使ってるかというと7個使ってます。どういうことかというと、移動平均線ですね、5日25日50日75日200日と5本の移動平均線をそれぞれ黄色赤水色緑で、200日はもっと下なのでこの画面出てませんけれど、でこれだけでですね、実は5つのインディケーター使ってるんですね。1つの移動平均線で1つのインディケーターっていうカウントになるので、これだけで5つ使ってるわけです。ですので無料だとインディケーター3個しか表示できないので、移動平均線5本同時に表示することはできないんですね。なので、まあ、よくあるチャートのソフトみたいに5日25日75日っていうだけだったら表示ができます。でただ別に次のウィンドウというか別のチャートにすればまた3つまで使えるわけですから、まあ、ここは1つのチャートにパラボリックとかモメンタムとかも表示して7個なんですけれど、まず5、25、75だけ移動平均線を表示させるチャートを1個作って、で別のチャートではパラボリックとモメンタムを表示させる。で、まあ、50日と200日は必要に応じて追加するぐらいで見てれば、まあ、別にこれをですね、
課金して1つの画面に表示するってことをしなくとも2つのチャートに分ければまあチェックはできるわけですよね。なので別に無料でも全然使えると思います。僕の方はこの1つの画面でモメンタムとパラボリックと5つの移動平均線を見ることで、まあ、パッとチャートの形とか動きが見えてくるっていうのでもう諦めて10個表示できるようにしてるということですね。でもう一つ有料にすると1つの画面で、まあ、複数のチャートを並べることができます。これもまあ課金の、体系によって最大、16とか、まあ、無制限かな、なんか、たくさん表示できるんですけれど、プロプラスは8つまでかな、まあ、ただよほど大きいモニターでもない限り、まあ、4つも表示したらわけわかんないよねっていうことになるので、まあ、あんまり僕自身はこれ使ってないんですけれど、まあ、いろんなチャートを並べてですね、まあ、特に個別の銘柄なんかで並べてこうパッと1分足とかみたいなのをこう見て、素早いトレードするみたいな場合はやっぱり1つの画面でたくさん表示できた方がいいので、まあ、そういう場合は有料にしないといけないということですね。無料だとこれ画面分割確かにできないはずで、1画面1チャートしか出せないはずです。はい、2つ目の重要なことですけれども、自分のチャートスタイルを固定しようということで、実は今日言いたいのはここが一番重要かなと。大した内容ではないんですけれど、実はここが一番重要だと私自身は思ってるということですね。でどういうことかというと、チャートの見た目を自分のよく見るもので固定しましょうということなんですね。これ左上が、まあ、オプラボ標準って書いてますけれど、私が常にこの YouTube チャンネルで使っている日足のチャートの見た目なんですね。上昇の時に赤、それから下落の時に水色、そして移動平均線は、5日が黄色、25日が赤、水色が50、緑が75、そしてパラボリックを表示させてモメンタムを表示させているっていう、まあ、これが私のスタイルなんですよね。で一方でトレーディングビューの標準、まあ、皆さんがトレーディングビューを使って初めて起動させるとこんな感じですね。白バック で海外っていうのは上昇するときに緑なんですよね。で下落が赤っていう、まあ、日本と逆なので、なのでまあトレーディングビューを基本ベースで使ってる、まあ、YouTuber さんなんかはこのスタイルで紹介されてることが多いのかなと思います。ただ私がなぜ上昇の時に赤にしてるかっていうと、ずっと SBI アプリを使ってたからなんですよね。 SBI とか、まあ、あと日本の場合は上昇赤で表示している投資証券会社さん多いので、なので、まあ、SBI のチャートも上昇が赤、下落が緑ということだったので、なんとなくまあ緑というよりもですね、赤が上昇っていう刷り込みがもうものすごい私の中では長年あるので、こっちみたいに赤いところで下落ってなってもイメージが湧かないんですよね。これなんか上昇に見えちゃう。なのでもうパッと見た時になんかこう混乱しないために、自分自身はこのトレーディングビューのチャートの色とかを全部変えて、しかも移動平均線の色も実は SBI のデフォルトの色に合わせてるんですね。それが自分の中で一番イメージしやすいから。でもう一つ、マーケットスピードなんかは上昇がまあ白抜きで、下降がまあ水色で塗られてるというような形で、で移動平均線の色もまあこんな形だから、まあ全くスタイルは違うんですね。これ全く同じ日の、まあ、ほぼほぼ縮尺を合わせた形での日足の日経平均のチャートなんですけれど、形は同じでもパッと見た時の、まあ、色というかスタイルの違いでこれだけ見た目が変わってくると。で人間ですね、イメージで判断する。特にチャートはパッと見た瞬間に、あ、こういうなんかトレンドラインが引けるなとか、ここ切ったらやばいなとか、なんかこの形トリプルトップに見えなくないとか、まあ、そういうものがパッとインスピレーションとして湧くっていうのが重要なんですよね。これうんうんうなって、どこでトレンドラインをどこで引きましょうなんて考えていてもなかなかひらめかない場合はひらめかないんですよね。というところで、じゃあパッとひらめくためにはこのスタイルがもう自分の形を作らないといけないんですね。ここ結構あまり意識せずにですね、まあ、いろんな本とかいろんな番組とかいろんな動画を見て、それぞれ別々のチャートのスタイルを見て、なんとなくこうずっといろんな動画を見てるという方は僕も含めてなんですけれど多いと思うんですけれど、それを自分のスタイルに合わせて再認識させないといけない。チャートを見るときに一番大事なのはどこですかっていうのは多分僕はここだと思ってるんですね。はい、ということで自分が見慣れているチャートスタイルをしっかりと確立しましょうと。
もう長年トレード株とかやってらっしゃって、もうチャートのこう自分はこのチャートを見てるってのがあれば、まあ、それをもう使いましょう。だからそれが証券会社さんのソフトであるな、あるのであればもうずっとそれを使い続ければいいんですね。無理にトレーディングビューを使う必要は全然ないと。ただまあこれからチャートを見ていこうとか、今までなんか結構バラバラでなんかあんまり意識してなかったなっていう方はぜひトレーディングビューを使って、で自分が一番見やすい色合いとかバランスにしていただく、でそれをずっと見続けるということが大事になります。はい、チャートはインスピレーションなんですね。でそのインスピレーションが湧くようにするために、まあ当然チャートの知識は必要ですし、反復練習は欠かせないんですけれど、それをするときにはチャートスタイルをぜひ固定してくださいね。そういうことなんですね。でこれができて初めて実はチャートが分かるんですね。いくらチャートの勉強してもなんとなく過去のチャートで本の説明を見たら、ああなるほどねって分かるんですけれど、じゃあ今現在のチャートを見て明日どうする、明後日どうする、どうなるっていうのがパッと分からないんですね。僕も今までもずっとそうだし、まあ今でも大して変わらないんですけど、ただ過去のことを分かってだよねって言ってても投資の成績にはつながらなくて、それを踏まえて近未来のチャートの動き、ローソク足の動きをある程度自分でイメージつけれないといけないですね。当たる当たらないはその先だと思うんですよ。当たる当たらないはもうそれは仕方がないことなんですけれど、イメージができるかできないか、自分が自信を持ってロングっていう風に決めれるかどうか、ここはショートだって自信を持って決めれるかどうか、これがチャートを見るということだと思うので、そのために必要な準備はここに書いてることなんじゃないかなということですね。でここで余談なんですけれど、これ地図アプリですね。左が Google マップで、僕自身はですね、もうずっと長年 Google マップでずっと、まあ、スマホのアプリで地図を見てるので、実は Google マップのスタイルでしか地図が読めないんですね。でまあ一番下のマップファンなんかはパッと見 Google にちょっとこうイメージが近いので、パッと見マップファンだとちょっとイメージが湧きそうな気もするんですけれど、これ拡大すると、まあ、やっぱり Google マップと全然見え方が違うので途端に読めなくなってくるんですね。 Google マップだとなんかこうこの色味から道の幅とか距離とか、ここ行きたい時にどれぐらいの時間歩いたらかかるなとか、車だったらこれぐらいだなっていうのがもうこの地図のイメージで頭に入ってるんですね。これ車なんかでもカーナビなんかもそうですよね。もうずっとそこの地図のスタイルで見慣れてるからスッと頭に入ってきて、車の運転でもまあスッと行けるんですけれど、全く違う地図の見え方で表示されるとですね、途端にあれっていう風になっちゃうと思うんですけれど、まあ、地図なんかがまさにチャートと同じなんですよね。例えばマピオンなんて、これ川のところがこの尺度だと全く川に見えないので、ここに川があるっていうイメージがパッとインスピレーションで湧かないんですよね。なので、まあ、こういうところがチャートも非常に似ていて、なのでチャートのスタイル、色、移動平均線の色、太さ、まあ、そういうのを固定するっていうのはすごく重要だと思います。はい、最後自分で反復してみようですね。まあもうこれは言うことないですね。ただ、何が大事かというと、もう繰り返しになりますけれども、ご自身で見やすいチャートのスタイルってのはそれぞれ人それぞれだと思うんですよね。なんですけれども、例えばテレビの番組ですね、まあ「モーサテ」とか日経 CNBC さんとか、まあ、そういうので見た時に、まあ、いろんなチャートを使って解説されてると思うんですよね。あとまあいろんな YouTuber さんのチャートなんかも、まあ、僕自身もこの形で毎日解説をしてるんですけれど、でも例えばマーケットスピード2にも見慣れてて、この形でイメージがもう自分の中ではあるんだよっていう場合は、例えば時間がある時はそのまあ番組と同じように自分で線を引くんですよね。まあ、線だったりとか、まあ、いろんなこうチャートのところで矢印だったり、ここを切ったらとか、まあ、いろんなこう補助線を入れて解説されると思うんですけれど、そういったものを自分でも同じように引いてみるんですよね。でこちらのチャートでもう一度しっかりと見て、ああなるほどな、ここがサポートなんだなみたいなのを自分の頭で手を動かすことで、これで頭に入ってくるんですね。まあ、自分がそうだからっていうことで、まあ、人それぞれなのでこんなことしなくても頭に入るよっていう方はもちろんたくさんいらっしゃると思うんですけれど、基本的には自分のスタイルだからスタイルを固定しましょうって言ったのはそういうことなんですよね。いろんな動画で見てなるほどなと思った時に、自分のチャートに戻って自分で線を引くなりなんなりして自分で復習する、これが結構重要なんですね。これを繰り返すとどん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 インスピレーションが湧くんですね。あの時引いた線の延長線上に今いるんじゃないみたいなことが自分で引いてると気づくようになります。
はい、もう本当にですね、チャートの勉強ってチャートの本読んだりテクニックっていうのはほんのわずかで、もうその後はもうずっとあれですね、素振りですね。とにかく愚直に毎日チャートを本当に5分でもいいので自分のスタイルで見続けると、ある日突然スッと見えてくるようになるんですね。これも私このブログを書いたり動画を撮ったり毎日欠かさず、ちょうど去年のゴールデンウィークから始めたので、まさにちょうど1年経とうとしてるんですね。本当に一日も欠かさずですね、なんとかまあやり遂げたかなと思ってるんですけれど、これをすることで非常にチャートのなんかこう線が見えるんですね。でまあ、今まで自分だったらこうちょっと気をもうねしんどいから見るのやめようとか思ってたんですけれど、やっぱりブログ書いたり動画をする、誰かに何か伝える時にはまあいい加減なこと言えないので、やっぱりちゃんと毎日30分かけてチャートを見るとかってことをもうずっとやってきたんですよね。そうすると、まあ、やっぱり見慣れてくるんですよね、恐ろしいことに。でも一方で他人のチャートのスタイルだと全く見えないんですよ。なので自分のところを毎日毎日やるとピカーッと光がこうね差してくるんじゃないかなと思っていて、まあぜひ皆さんもこういうことを続けていただけるといいのかなと思っています。はい。でまあうちで今見てるチャート、これはまあ毎日ですね、うちの番組見ていただいてるともうわかると思うんですけれど、使ってるチャートって非常に少ないです。もう毎日同じものしか見てないので変わり映えしないと思うんですけれど、トレンド系では移動平均線とモメンタム、ここがまず軸になります。で補足としてボリンジャーバンドと一目均衡表を、トレンドが出たり大きく動いた時はボリンジャーバンド、それからレジサポとか、まあ、ちょっとこの先の動きを確かめたい時には一目均衡表という形で使い分けてます。それから MACD も重要な指標なんですけれど、僕自身はトレンド系というふうに見ています。まあ、MACD オシレーター系とも取れるんですけれど、基本的にこれオシレーター系のサインだとは思ってなくて、トレンド系のサインだというふうに見て、使ってるんですね。ということで実はオシレーター系はほぼほぼ使ってないです。まあ、普段ちょこちょこ見てはいるんですけれど、動画にしたりして、まあ、皆さんにお話をするときは一切、まあ、RCI とか RSI とかストキャスとかですね、まあ、そういったものは使ってないと思いますけれども、まあ、理由があるというかですね、なかなかオシレーター系で売買タイミング測るのって分かりやすいより難しいんですよね。なのであんまりこう自分自身こう得意ではない、相性が良くないっていうだけなんですけれど、で実際まあオシレーター系で見るのは売られすぎだったり買われすぎだったりするんですけれど、僕自身はですね、投資主体別売買動向とか空売り比率とか騰落レシオとか信用評価損率とか、まあ、そういった需給系のデータ、それからまあオプションの手口なんかも見てますから、まあ、その辺で売られすぎ買われすぎなんかはそっちを中心に見てたりとか、あと移動平均線乖離率ですね、主に25日移動平均線からの乖離率で天井とか底とか、まあ、売られすぎ買われすぎの短期、特に私の方は日足のチャートしか見てないんですね、オプションメインなので。なので、まあ、そういった流れでも移動平均乖離率なんかが、まあ、この売られすぎ買われすぎの指標に近いので、まあ、その辺から判断してるので、あえてオシレーター系を見るようなことはしていないということなんですね。で、これ、まあ、見てもいいんですけれど、もう一つですね、見るチャートはできるだけ減らした方が精度が上がるというか、一番やっちゃいけないのは、これは、これ、まあ、昔私がやってたから、その反面教師としてぜひお伝えしたいんですけれど、たまにいらっしゃるんですけれど、とにかく勉強熱心で、たくさんのチャートを見るんですね。もう本当にトレンド系もオシレーター系も。で、その中で、まあ、10個ぐらいのこう指標を見て、で、売りサインと買いサインっていうんで、それぞれ分けるんですよね。このチャートからは売りサインが出てます。このチャートからは買いサインが出てます、みたいな。で、売りサインが4つ、買いサインが7つ。なので、明日は買い優勢。なので、ロングです、みたいな。なんか多数決みたいなところの評価で、これまさに自分がやってたんですよね。ただこれは本当に全く意味がないんですよね。チャートって使い勝手によって全然場面場面が違うので、まあ、いろんなチャートを見て、で売りと買いのサインから、まあ、方向性を見極めようという気持ちはわかるんですけど、このたくさん見ての多数決性っていうのは一番チャートで失敗するパターンだと僕自身は思ってるので、そのやり方はしない方がいいです。とにかく大事なものはトレンド系に絞って見る数を減らして、で固定したスタイルで見続ける、これが多分一番早道だと思います。はい。でまあすいません、今日の1回目は、まあ、こんな感じでなんか前段の話なんですけれども、実はすごく重要だと思ったのでこれだけで1本取ろうと思いました。でいよいよ2回目から、まあ、私が使っているトレーディングビューでの各移動平均線とかモメンタムの設定方法とか見方、それから他の指標とかインディケーターと合わせて、まあ、普段どういう形で見ているのかとか、
タイムマシン機能を使ってですね、実際にこの時にこうだったらこうだよねみたいな実践形式な部分も含めて、移動平均線とモメンタムに絞った回というのを2回目取り上げようと思ってます。でもうこれはですね、ほぼほぼ台本もできていて、あとはまあ例題のところをもうちょっと詳しくしようかなと思ってるので、こちらはまあおそらく4月の29日祝日にはアップできると思うので、まあ、そんなに長くかからないので、まあ、それまではですね、まだトレーディングビュー使ったことのない方はトレーディングビューを使って勉強しておいていただくといいかなと思います。で、いずれ私の方でトレーディングビューのまあ動画も撮っていこうと思ってるんですが、まあ、すでにですね、草食系投資家ロックさんがですね、非常に分かりやすいトレーディングビューの基礎みたいな動画を上げられているので、私も一番最初それを去年かな使い始めてしっかりと見た覚えがあるので、ここ、まあ、概要欄に貼っときますので、これからトレーディングビューを使ってみようかなと思う方はぜひですね、まず無料で使いながらロックさんの動画を見てちょっと先に勉強しておいていただくといいのかなと思っています。はい、で最後ですけれども、まあ、この動画で初めてこのオプション投資ラボを知っていただいた方もいらっしゃると思うので、ちょっと補足をさせていただくと、普段ですね、月曜から金曜相場があるときは、まあ、毎日チャートとそれからオプションの手口、先物の手口といった、まあ、需給面と合わせて、まあ、本当に翌日とか 2,3 日先の日経平均の動きっていうのを考察してるんですね。だいたい20分から25分と、まあ、そこそこ長い動画で恐縮なんですけれども、毎日相場がある日は動画をアップしてます。でその中で、まあ、こんな形でですね、チャート、日経平均の日足のチャートを毎日出して考察をしていて、でこのチャートの見方っていう動画は、この毎日取り上げてるチャートをどういう風に設定してどういう風にまあ見てるのか、でどういう風に線を引いてるのかみたいなところの解説をしていこうっていうのが今のシリーズなんですね。でそれ以外にもオプションの手口、まあ、主に海外勢でアムロとかゴールドマンサックスなんかの手口、それから先物の手口という、まあ、需給面ですね、チャートだけではなくて需給面もしっかり見ながら翌日の日経平均を考察してるんですね、はい、なのでまだ自分オプションやんないよ、先物怖くてやんないよっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そんな方もですね、個別の株に対して日経平均の地合いがどうなってるかみたいなのは、まあ、すごく重要な指標だと思うので、まあ、そのためにもですね、この辺見ていただくと、まあ翌日以降の投資に少しは参考になるのかなという気もしますので、まあ、ぜひですね、この辺のちょっと前日とか先週の動画なんかもチェックしていただいて、チャンネル登録の方していただければなと思っております。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日の動画も役に立ったぞというところがあれば、ぜひグッドボタンを、そして毎日オプション戦略を中心とした、まあ、チャートの解説、日経平均の考察ということをやっていますので、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。